問題提起していかなければいけないものっていうのはやっぱりね、あれの後遺症で悩んでいる人たちですよね。でそういう人たちの救済っていうのがやっぱり置き去りになってしまっているっていうのが非常に大きくて、で少し前に僕も YouTube であの動画を撮りましたけれども、3、まあ、テレビさんとかですね、まあ、CBC テレビさんはえ比較的あのそちらの方については取材を重ねてくれて、 え、報道してくれているんですが、まあ、ほとんど大手のテレビがね、それを取り上げないっていう非常に怖い、えー、状況ですよね。で、今、あの、本当にその、サンテレビさんの、とか CBC さんが、その、実際にね、そういう後遺症で悩んでいる人たちを取材されているんですけれども、国にはですね、予防接種健康被害救済制度っていう制度が、えー、あるんですけれども、それを申請するのもすごくハードルが高いんですって。申請するためにも、 えー、今までかかってきた病院にカルテ開示をしてもらったりとか、まあそれもね、お金もかかる、えー、たりとか、クリニックによってはなかなかこう開示してくれなかったりとか、えー、そういう人にも、もう、ところもあったりとか、あとは有料だったり無料だったりとかね、お金がかかるところもある、えー、あとはその領収書を揃えたりとか、いろんな書類を揃えたりとか、その申請を出すまでに、すごくたくさんの書類が揃えなければいけないっていうのがあって、いわゆる、後遺症ってね、多分僕たちがイメージして、 僕もそうだったかもしれないんですけど、ちょっと体調が悪いとか、なんとなく体調が悪いっていうレベルじゃないんですよね。本当に日常生活が遅れないとか、なんかもう半分寝たきりのようになってしまっているとか、自分である、なかなか歩けないとかね。 本当にひ、そういうひどい人たちっていうのが実はたくさんいて、そういう人たちが何とかしてほしいと思ってるんだけど、その体調が悪い中で、そういう、あの、申請するための資料を集めなければいけない。で、それをね、やっと集めたとしても、申請をしても、申請してから、今、1年半経っても、まだ連絡が来ない。要は結果が来ないってことですよね。 人たちが結構いるんです、ね、1年半ですすね年半よ予防接種健康被害救済制度っていうのはその予防接種を打って、まあ、体調が悪くなった人とかそういう人にを、えー、救済するための制度なのにこれは本当に救済になってるのかっていうことですよねそれがまあ一つの大きな問題でありそういう問題について誰かが声を上げないといけないわけですよねしかしその当事者のご本人たちは非常に その体調が悪い中で、日常生活がなかなか送るのも大変な中で、それでも、えー、自分たちで声を上げなきゃいけないってことで、まあ、いろんなことを、ね、試行錯誤しながらやっているわけなんです。で先日僕、サンテレビさんの、えっ、ー、と、YouTube の番組の中で、えー、取り上げられていた、後遺症の、ね、方々の講演会の様子が、えー、サンテレビさんが取り上げられていて、そのことを僕がちょっとシェアさせてもらったんですよ。 そうしたら、それをね、動画に気づいてくれた、あの、ご本人さんからね、ツイッター、Twitter、で連絡、ありがとうございましたって連絡をいただいたりとかして、えー、いろんなね、えー、情報を教えてもらったりしたんですけれども、本当にもう、も,うもどかしいわけですね。こんなに本当に大変なのに、それが、声が届かないわけなんですね、国に対して。だからそれが非常にもどかしくて、えー、それを、えー、何とかこう、一緒になって声を上げてくれる人。 がほんいてくれるってことは本当に多分嬉しいというふうに思って見えると思うしもっともっとたくさんの人にこの現実を知ってほしいっていうことが、まあ、本当に切実な願いなんですよねだからね本当にこの問題はね闇が深いですよねえっ、ー、とサンテレビさんがこう報道されていたその人たちの中にですね一、まあ、人の学校の先生が いて、その講演の当日は体調不良でその講演に行けなかった、自分で、ね、話すことができなかったんで、急遽ですね、自分の生徒さんが、高校のね、生徒さんが代わりにその先生の訴えたいことを代弁、あの話をされてたんですけれども、まあ本当に素晴らしい生徒さんで、本当にね、多分人まであえて喋るってことは勇気のいることだと思うんですけれども、非常にその内容がわかりやすくてですね、えー、一つ目がですね、 病院のたらい回しの問題がまずあるんですよね。今、きちんと国としては、その後遺症というものを認めていないので、えー、病院としても、それは違うんじゃないのっていう見解のお医者さんの方が結構多かったりするわけなんですね。で、国から一応指定されている病院の受診しても、えー、たらい回しにあってしまう。10件以上の病院でたらい回しに遭う、えー。それは違うんじゃないかとか、検査しても何も数,字が数値がね、 出てこないので、じゃあ他の病院を紹介されるとか、じゃあうちの病院では見れないので他の病院に行ってくださいとか、紹介状を書きますとか、えー、そういうふうに、えー、いろんな病院をたらい回しされて、えー、最終的には心の問題じゃないですか。精神科に行ってくださいとか、心療内科に行ってください。そして、あれのね、〇〇〇〇の後遺症なのに、その精神的なね、 え、病として片付けられそうになってしまうっていう、これ、本人にしたら非常に悲しいことだと思うんですよ。分かってもらえないっていうのもそうだし、自分が本当に日常生活も送れないぐらい苦しい時に、病院をたらい回しにやる。どこもこうきちんと見てもらえないっていう、え、現状がある。このたらい回しの問題っていうのは、まず一つ目の非常に大きな問題なわけですよね。で、二つ目が、先ほど言った予防接種健康被害救済制度の、 え、問題ですよね。これは本当に助けてくれるための制度なのかっていうことですよね。こう申請するのにもハードルが高い。えー、さらに申請しても1年半経ってもまだ結果が来ない。えー、その間、えー、日常生活ができない。えー、病院の治療費も全部実費。中には仕事もできなくなって、えー、収入がなくなってしまった人もいるでしょうし、給料が、ね、減ってしまった人もいるでしょうし。だけどそういうものに対する保証とか、えー、手当とか、えー、救済処置っていうのは、 えー、なかなか行われない。これはね、非常に苦しいですよね。で、3つ目が、その、何にもルールが決められてないわけですね。国がまだ正式に認めていないので、学校によってもその対応がまちまちであると。えー、そのために、例えば生徒さんが、もし体調不良になったときに、ある学校では、えー、結構ね、 その理解を示してくれてる学校だとオンラインで授業を受けてくれればいいですよとか何かね歩行すれば単位を取れるようにしますよっていう学校もあれば理解されないそれはね違うんじゃないのただえ体調不良別の原因なんじゃないのとかそういうことによってちゃんと学校に来ないと単位が取れないとかねそうするとあれのせいで学校に行けなくなってるのに単位が取れなくなったりとか進級できなくなったりとか いろんな問題が出てくる。それが学校によってすごく差があるらしいんですね。差がある。統一ルールがないので。なので、その学校の中での、えー、見解の統一、そしてそういう被害にあった人たちの、えー、学生さんたち、まあ先生も含めてだと思うんですが、何か救済するための一律したルールみたいなのが、と、あと、周知徹底ですよね。認知をしてほしい。 えー、この3つのことを挙げられていました、えー。もう本当にね、そうだと思います。で、僕も名古屋のシンポジウムに、えー、4月にね、あのー、名古屋市公会堂で、えー、僕も少し参加させていただいたんですけれども、えー、その時も、えー、被害者の方、まあ、あれのね、後遺症の方々の、もう、えー、何名かね、登壇されてお話をされてたんですけれども、本当に本人からしたら、すごく大変な問題なんですよね。 CBC テレビでね、少し前に特番が、特番があって1時間ぐらい。これまだ YouTube にね、上がってないですよね。あれ、あの、評価不能っていうね、すごいタイトルのね、番組が報道されたんですよね。評価不能。あれの光と影っていうね、えー、タイトルだったんですけれども、まあ多分 YouTube で公開されるっていうふうに僕は思ってたんですけども、まあ多分公開される、されないのかな。 あ非常にね、多くの人に見てほしい番組ですね。その中に出てきた方も、その名古屋のシンポジウムに来られていて、僕直接お会いさせていただいて、お話もさせていただいたんですが、その点滴を打つためのポートの手術をするために、えー、接触障害という理由じゃないと手術しないって病院から言われてしまう。でも本人はあれの後遺症だって言ってるのに、病院の先生がそれだと手術しませんできませんって言うんです、ね。だから、 最後、泣く泣く、本当は違うんだけれども、接触障害ですということを認めて手術してもらったっていうね。えー、そういうことがあったりとか。だからもう、病院の先生に理解してもらえないっていうのも非常に辛いですよ。体調不良になってね。日常生活ができなくなってるのに。だから本当にまず、病院のせ、まあ、病院が周知するためには多分国がきちんと認めないと、 なかなかこう、この問題っていうのは解決しないんじゃないかなというふうに思いますよね。そうなんですよね、病名が。だから正式な病名としてないので、こうまあ、そこも非常にもどかしいところであるわけなんですよね。